8号車森克行、川口ハンデ40。8号車森克行 3.31。圧倒的な出走タイムです。3秒31森克行1番人気、通算700勝まであと3勝に迫ってきています。対するは5番の小倉可憐、人気対抗格筆頭はここです。スタートまで10秒前、10レースの発走でございます。ブルーランプが消えます。スタートまで3秒前、第10レースの予選スタートしました。10メートル半でインコースから佐々木が飛び出した。山下遅れを取った。佐々木が10メートル前で小田雄一郎をスタートで叩いていきました。そして小倉可憐がうまく切り返そうとしたんですが少々滑った。それでも2番の小田雄一郎を刺しました。3コーナーでは小倉可憐が3番手に上がっています。逃げるのは福田義久、2番手に佐々木、3番手に小倉可憐。競争は2周目に入りました。先頭2番手3番手の距離がじわっと縮まってきています。1番人気の森克行がこの段階では矢野、さらには隅を捉えて6番手に上がってきています。3番手からスーッと外を攻めるのは小倉可憐、佐々木に並びかけまして2番手は並走する感じ。勢いは小倉可憐良さそうだ。一気に2番手に上がって先頭の福田に襲いかかります。さあ先頭争いは福田がインコース、外から小倉可憐、勢いは十分だ。3コーナー抜き去りまして小倉が先頭に上がりました。そして1番人気の森克行、この4コーナーでは小田雄一郎を指して4番手でジャンプアップしました。残りは3周回、まだまだ周回数は残っています。かなり大回りになりました小倉可憐。それでもバイクは戻ってきました。先頭は小倉可憐、2番手ここからインコース、森が攻め立てる。3コーナーから4コーナー華麗に森が2番手に上がっています。こうなると森のレースか。逃げる小倉可憐、追い上げる1番手森克行、残りは2周回終盤戦です。小倉が先頭だ。うわーっと危ない、ここでまさかの接触転倒だ。小倉と森が接触転倒。先頭は佐々木、2番手は小田雄一郎になりまして、小田が3番手から2番手、さらにはトップを狙います。4コーナーの立ち上がり、残り1周ブルーフラッグ、佐々木が先頭並びかける小田雄一郎。先頭争いはわずかに佐々木がリード、2番手小田、3番手山下の対戦になっています。先頭争いを繰り広げていた森と小倉可憐がまさかの接触転倒になりました。3番手は最後矢野が追い込んできている。先頭争いも並んでゴール、わずかに佐々木。ちょっと森選手、さらには小倉選手も痛そう。何かにつかまらないと現状立っていられないという森克行、さらには小倉可憐も今うずくまった状況です。落車がありました。先頭争い小倉、そして森、両選手が接触転倒。第10レースの確定があるまで今しばらくお待ちください。森選手も自分の力で立ち上がってはいますが、ちょっと痛そうですね。第10レースは波乱のレースになりました。払い戻し金です。2連勝短式3番2番27,300円、23番人気。2連勝複式2と3の組み合わせ21,240円、16番人気。3連勝短式3番2番4番111万3080円、263番人気。
3連勝複式2と3と4の組み合わせ7万1440円45番人気。